最初どういう感じだったんですか？最初は、うん、全く意識してない、うん、あ、でもきっかけが一つあってね。きっかけが一つある、はい、これは聞きたいな、ぜひ。これね、はい、何ですか？あの、これも韓国ドラマなんですけどはい、ということで、マギちゃん、はい、お疲れでございます。はい、ありがとうございます。皆さん、お疲れ続け見ていただいて、もう今日はもうね、昨日も言いましたけど、もう喋っちゃってください、マギちゃん。もうね、いろいろもうストレス発散してください、ここで、はい、何でもいいですから、もういい、あの、いくらでもカットできますんで、これは後で、あの、ニーナさん、やっぱそこちょっと言い過ぎたんでカットしといてください。何でもいいです、いけますんで、はい。でも、ゆたか兄さんのことは全く気にせんで大丈夫ですから、もう許可取ってますからね、はい、何でも聞いてよって僕は聞いてますから。あ、本当ですか？大丈夫ですよ。どうですか、あの人お酒好きじゃないですか？好きです最近はでも結構家に帰ってあるんじゃない？それ昔はもうほんまむちゃくちゃ飲みに行ってない。だからそれこそ、まあ、僕は知りませんでしたけども、マキちゃんともう付き合ってる時でも、まあ、夜遅いね、舞台もあったじゃないですか、夜公演とかもあったんで、新喜劇、その時でも「今日帰るんですか？」って言われたら「いや別に飲んないけど」ちょっとどうですか、あ、行こうかみたいなのが結構、まあ、それはありがたいね、後輩会社もう二つ返事で、あ、行こうかとか言ってくれたりとか、ニーナ君今日何してんの、あ、別に何もないです、ちょっと軽く行かへんとか、うん、まあ、すごいめっちゃ嬉しいから、後輩からしたら飲みに誘っていただくのとか、はい、でも実際やっぱり今結婚されてるじゃないですか、やっぱマキちゃんの顔がちらっとやっぱ出てきますから、飲みに行くってなったら家でマキちゃん待ってるんかな、でもまあ韓国ドラマとか BTS 見てるからもう大丈夫かとか思いながら、あの、実際はどうなんですか？もう、うん、ほとんど8割お酒飲んで帰ってきたら喧嘩ですねマジで、うん、まあ、マキちゃん飲まへんもんね。私は家とかそんなの飲まないんですけど、うん、お酒は好きです、うん、あ、そう、はい、あの、飲みに行くのは全然いいんです。で、後輩の人も先輩の方 もうみんな、うん、飲みに行くは全然いいです、うんうん、あ、なるほどね。ただその兄さんが、はい、言い訳とかもう、もうなんかもうネチネチしたこと言い出す、ただもうカチーンって来てもうバーって喧嘩になるわーなんで、我慢してください、わーってなってわーって号泣。誰が？私です。あ、もういいじゃんか、泣きながらね、それはなんでなんか言い訳が腹立ってくるの、だんだん。もうなんかもう酔ってる時のあの態度の大きさと、うん、ね、大きな態度、大きいね、はい、大きいですね、なんかもう言い訳ももちろんだし、その態度がもう、うん、こう来るから、それでもなんで分かってくれへんのよっていうのがもう、うん、来てもガーって来るから、なんで分かってる、うん、こうでこうで、うん、って説明しても話が通じないから、まず、うん、あ、もう酔ってらっしゃるし、はい、うん、はい、うん、だから、うん、変なこと返ってくるじゃないですか。おう、いや、そうじゃなくて、うん、こうでこうでこうでしょ、いや、だからこうでこうでこうやろでこの繰り返しでも私はもうなんで分かってくれへんのって、もう嫌なってきて、嫌なってもガーッ泣いてそこまで小学生やん、お母さんどうか痛い言うてわーって泣いて、もう泣きすぎて引き継ぎこうめっちゃ泣くやんもうなんかもう悲しくなっちゃって、もうそういう人やからね、あの人はほんまにおもろいなぁ俺は涙でいいな、面白いでも絶対謝ってきますけどね。あ、偉いね、はい、そこはなんかちゃんとしてくれてるなっていうのはあります。うん、そこは優しい、うん、いや、この間もな、久しぶりに飲みに連れてもらって、緊急事態宣言明けてから初めてとか兄さんと言ってんけど、いや、この前なぁってめちゃくちゃ喧嘩してめっちゃ怒られてさ、うん、あ、言ってるんですか？言ってたよ。あら、え、なんでなんですか、どうしました、いや、完全俺悪いね、うん、って言って、何がどうなったんですか、ちょっと経緯教えてくださいって、いや、打ち合わせや言うてんやんか、で、ほんまに打ち合わせやって、うん、打ち合わせ終わりにやっぱちょっと行きたなって飲みに行ってやんかって言ってね、マギちゃんには打ち合わせとしか言うてないと、まあバレへんやろと、マスクしてるし、帰ってきたよね、マスクしてるんでお酒臭いのはバレへんやろと、いざ帰ってきたのは打ち合わせやって言っててですよ、まあほんま打ち合わせの後飲みに行ってしまった、打ち合わせがもう夜中の2時ぐらいまでかかってしまったらしくて、はい、その時の話ね、もう負けちゃわかったと思うよ、2時ぐらいに帰ってきてしまって、で、糸川兄さんもバレへんやろと思って言うてはったけど、これ多分負けちゃん違うと思う、玄関入る前に口から動かしてちゃんと閉めれるように、ろれつちゃんと回れるように、よしって言うて玄関入ってきました
寄ってんのもうバレへんために顔もちゃんと寄ってないと大丈夫やなって言ってマスク食ってやって食ってやってで顔こうやってやってよしとやって入ってだけど結局すぐバレましたよ全然ろれつ回ってないしろれつ全然回ってんかった、あ、それは聞いてんかったわ、もう、帰って、打ち合わせやんの打ち合わせから帰ってきてなんでそんなんのって言ってアホやなぁ何ベロベロやないベロベロやんでもそっか、嘘ついたんですよ、うん、飲んでない飲んだんじゃん飲んでない それはあの、まきちゃん匂い的なの大丈夫やったマスクでするのお風呂入るってすぐ言ったからちょっと待ってちょっと待って、うん、ちょっとハーってしてみて警察やん、憲法やんで、ハーってしたらもう案の定嘘ついてたな、うん、なんで嘘つくんやっつって私そこが嫌なんですよ飲んでたら飲んでたらいいんですよ、うん、嘘つくのが嫌なんです確かに、分かるごめん、打ち合わせの帰りに、うん、ごめん飲んでもうてん、ごめんな、うん、やったらいいんですよ、うん、でも飲んでない、うん、ね、うん、ねロレス回ってとか言うから、うん、嘘つくのが許せないんですそうやな2日、3日、くじきうわ、そんなにメールも無視です嘘やん、伊藤兄さん送ってきても、はい厳しいって、まゆちゃん。いや、嘘はあかんよ、確かに。嘘はあかん。いや、2日、3日もし。はい、口聞きません。家で。はい、それぐらい私は悲しんだんだよって。傷ついたんだよってことを。こう、身をもってこう、分かってほしい。もう俺、結婚するの嫌だってんだろ。嫌や。なんでですか今日ちょっと勉強しようもたのに。嫌や、こんなん。なんでですか自分が嘘ついたから悪いじゃん。そうやけど。でしょ昨日の動画の最初はええ話やったでハイヒール履いて帰ってくれたっていうええ話してたのにこんな2日3日口利かへんて、はい、なぜかというと、うん、ちょっとねすぐ許すとね舐めてくるんですよあすぐ許すと舐めてくるマキはすぐ許してくれるんやとあなるほどほなでそこでも、反省しないとそうですまたやってしまうそうですまた嘘をついてしまう、はいはい、性格を見てちゃんとやってるんですよ嘘つかれて嫌だったよっていうのをもう表現してちゃんと、うん、あ俺は3日間も口聞いてもらわれへん、うん、なんてひどいことをしたんだというのを分かってほしいんです、うん、だからあえて私はもう、うん、鬼のようにでも どうなんですかね見てる方見てる結婚してる男性の方は厳しすぎみたいな思うかもしれないなんでですかいやそれ分かるよマキちゃんはもう2、3日うちあ聞いてもらえへんぐらい私はそのぐらいへこんだとそうです、まあ、すぐ許したらね絶対男の人はもう調子乗りますから、うん、そうじゃないですかまあ調子乗りますねそれはですよねそれ乗ります、はい、それは私は特に吉田君の場合はよく知ってるので、はい、だからあえて鬼の気持ちで厳しくやってるんですよ、うんうん、厳しいですねどうなんですかあの人こんな腹立つなとかある家であのね、うん、聞いた聞いた私、うん、この前、やっぱりこういう時期なので断捨離とかもしますじゃないですか、はいはいはいね、洋服とか、うんうん、掃除したり、大掃除したり、うんうん、でその時になんか、うん、吉田くんの部屋から T シャツが出てきてと、T シャツで、マッキーっつって、うん、俺こんなさ、なんかダッサい T シャツさ買った覚えないねんけどさ、うん、なんかあるからこれ雑巾にしてええよなって言ってたんですよね、で、っつってパッて見たら、うん、私があげた T シャツやったんです嘘やんどう思いますもうそれ忘れてたよそれもそれは何プレゼントあのプレゼントというか、うん、あの入院してた時にあほう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 、はい、病院でこう、うん、動きやすいように、うん、こうほんま1000円ぐらいのこう T シャツうんもう余裕になってもいい、はい、ぐちゃぐちゃになってもいいような T シャツを、はい、もう病院用にって言って、うんうん、病院で渡したものです、うんうんうん、で楽ちんやし面ですごい汗も吸い取るしかなんかこういいよっつって、うん、あ機能性は抜群なんや、はいうん、ちゃんとそれも考えて買ったやつですか考えてちゃんと、うん、あのね表示も見てちゃんと、うん、すごい偉い品質も見て、うんうん、あこれやったらこう、うん肌触りでいいしともすっごい考えて送ったプレゼント、うんうん、T シャツ、うん、こんなダッサい T シャツさ俺買った覚えないしさなんか出てきてんけどもうこれ雑巾にしてええよなこれここ切ってハサミで切ってとか言い出して、うん、それ私が開けた T シャツなんですけど怖いわトーン、うん、そっから大喧嘩ですよまた、うん、また大喧嘩えそれってさ私が開けた T シャツやんなって、うんうんうん、ダサいってどういうこと、うんうんで雑巾ってどういうこと、うん、私あんた着てるの一回も見たことないねんけど病院でもなかったんですか、はい、うわ
結局それはあかん、それはあかん。ほんで、さっきね、僕がこの、着るときにこの話もしてください、ぜひ。この中の T シャツ、これ見えますかね、これ。こういう柄のショップがあるんですよ。ゆうたか兄さんも着てるよね。そうなんです。一時着てたよね、ゆうたか兄さんも一時着てる時があって、はいはい、うん、はい、高いやつよ、あれ多分、うん、上下セットや、セットアップみたいなやつや。そう、いい、いろんななんか切り合わせたような、そうですね、バンダナの柄とかあったりとか、うん、そういう、はいはい、あれね、俺座員でもみんな知ってるぐらい結構着てますもんね、ゆうたか兄さん。誰、実はまきちゃんのプレゼントした、はい、の柄の上下、柄のね、上下みたいなセットアップのやつ、そのお店が好きって言ってたから、うんうん、じゃあプレゼントはそこのお店のなんかお洋服をあげようと思って、うんうん、すっごい高くて、高いです、高いです。上下、私もびっくりして、自転車1台ぐらい買えますよ、はい、いや、しかもめっちゃいい自転車、めちゃめちゃいい自転車、私びっくりして、うん、いやでも、もう入ったからにはもう、うん、値段見て買えるわけにはと思って確かにちょっとびっくりするな、最初入ったら、はい、いやでも、うん、プレゼントにここのお洋服をと思ってたから、うんうん、一応見て、うん、よっしゃこれやと思って、うん、もう自転車1台分やと思って、うん、買ってプレゼントしてした。で、結構来てくれてたんですよ。うん、来てる、はい、で、なんか最近になって、うん、なんかもうマキーっつって、うん、この服さ、もうめっちゃ来たからさ、部屋着にしてええやんなって言ってきたんですよ部屋着？私すっごいお金出して買った服を部屋着？うん、喧嘩ですよ、うん、また喧嘩そのあのボケで天丼みたいな感じで掴んどいて喧嘩ですよ喧嘩ですよ。え、何なんですか、男の人の感覚はやっぱ違いますね。やっぱまあちょっとちゃうよね、やっぱ思いました、やっぱり、うん、なんか違う、うん、なんでなのかと思って、私のこの高いお金を出して買った気持ちとか持ってんねやろと思っていや、それは十分分かってるんじゃない、それは十分分かってるけど、まあもうお風呂やし、うん、めっちゃ来たし、もう部屋着でいいんじゃないみたいな。確かにいっぱいは来てくれてました、うん、いっぱい来てた、うん、他なんかないんすか。あ、他はね、うん、いらんもんばっかり買ってくるんですよそれを聞くわ。最近のいらんもん、ちょっと聞いてくれますか。ああ、聞きます、聞きます。最近の一番いらないもの。おお、何？我が家では、うん、無洗米、はいはいはい、なんですよ。すごい、うん、はい、気遣ってね、やっぱり無洗米すぐ溶けるじゃない、仕事忙しくても、水バーって入れたら洗う手間がないので、うん、こう、ね、忙しい時でももうご飯パッパって炊けるんで、はいはいはい、すぐ、はい、うん、で無洗米なんですよ。でこの前ね、家に届いたのが、うん、家なんか届きました、はい、おー楽しみ、これ何届いたんですか。お米研ぎ機なんですよ喧嘩売ってるやん、いります、これ無洗米やっつってんの、はい、家なんで買いはったんですか。わかんないです、それもわからないです。なんかボールと、うん、なんかこんなスプーンみたいな粉ついてて、こう、シャッシャッ何やそれ、できるやつがあるんですよ、うん、ごめん。でそれ聞いた、なんで買ったの。びっくりして、え、うん、無洗米やで、なんで買ったんです、うん、なんか、ええやろ、かっこええやろ、みたいなそんなばっかいいやろな、あの人、はい、かっこええやろ、だから、そうやねん。だから俺もお母さんもやっぱ仲いいやん、一緒にイベントさせてもらってたし、3人で。やっぱ俺とお母さんがよう言うのはね、やっぱね、側から入りたがるのよ、うん、側、そう、かっこいいやろ、そうです、なんか見た目ええやろから入りはる人やろ、はい、これはもう塩コショウでもこれですよこれね、聞いたことあるこれ、はい、味塩コショウなら、コショウ言うてもた味塩コショウのこれでええねん、これ一緒に入ってるやつで、これもカッコつけたいから、マジで全部カッコ、そうなんや、やっぱ買ってくんねや、なんかよくわからんもん、よくわからんもん、いっぱい届いてるいっぱい届いてるなんか届いてるんです、うん、いつもなんか昔は言うてましたよね、なんか鏡ね、そう、鏡だったっけ、高い鏡、職人の手作り、うん、それもカッコですわ、職人の手作りの鏡いらんやろ高難とかで売ってるやつがいいのよ。そう、私それを求めてたんですよ、姿見欲しいって言って、ね、うんうん、もうそれやのに、うん、ネットでなんか職人の手作りの姿見があったから注文したりだから、うん、いくらやったんですか、うん、万円、うわぁ、万円したまずさ、鏡買いたいになった時にさ、検索でどう引っかかんのやろな、職人の手作りのまでの鏡どうやって引くんやろ、姿見スペースで出てこいやろ、なんで職人の手作り、どこに行き着いたんやろ、わかんないです、おい、なんか変わってんだよ、姿見来たら、うん、
めっちゃ低くてこれぐらいしかなくて全然姿を映せないっていう。ここら辺とか、はい、映れへんよ、ここみたいな。で、いつもしゃがんで見て、姿を玄関でいつもしゃがんでこうやってこうやって見て、何のために猫背になるわ。あんな、うんうん、姿見のな、正しい鏡の見方あんた知らんねんって言われて、うんうんうん、えどうやって見るんつって、うん、そしたらめっちゃ離れてね、うん、こう見んねんつって、その姿全部見えるわよ何でも見えるわって。もう言い訳とかそういうのがもううまいとか、まあ、うまいうまいやろな、かっこつけなんでしょうね。かっこつけでしょう ね、まあお酒やっぱりかなり回ってきたら熱い話と、あやっぱかっこつけは出てくるよね。あこの2つはゴーンってやっぱ出てくる。あそうですか、うん、でこの前びっくりしたのが歴史好きやん、あ、はいはい、めっちゃ好きやん、うん、で今太平洋戦争とかかな、うん、なんかあそこら辺の世界大戦とかあそこら辺の時期が今すごいなんか好きらしくて、むっちゃそこの時代の話熱く言ったね。でも多分一個の本しかない知識やろぐらいマスターはマスターいてはったんですけど、その飲み屋のね意外と好きで、後から入ってきたらもう本結構何冊も読んでる方やって、もうゆとか兄さん年上からへえそうなんですか、ああマジですか、うわーすごい、ああ面白いっすね、でもうぐー食いついて、もうあの人はもう1冊しか読んでないから、そういうのはもう何十冊ぐらいは読んでる、ああマジですか、ちょっとまた来ていいですかもう言うて。でもなんか何やろ、そこがいいよねやっぱ。あ少年みたいな人やろ、いつまでだって。少年みたいな人ですね。ねえ、つきへんわ話が。なかなかつきませんよ、まだ。まだいっぱいあったのに。ほんと、またもう、はい、ぜひ出てください。ありがとうございます。ぜひ お願いします、もう。こんなね、こういうマキちゃんと喋ってる時もうモニターでね、豊か兄さん聞いといてほしいんですよ。で、結局最後3人で喋るみたいなね。あで、最後もう喧嘩で終わりですよ。喧嘩で終わりですよ。本当に今日は最後まで出ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんも最後まで見ていただいて本当にありがとうございました。また明日、さよなら。チャンネル登録もよかったらよろしくお願いいたします。みんな哲郎でございました。